みなさんどうもこんにちは、ガクです。本日は大型アップデート超直前、大型アップデートに向けてやるべきことまとめやっていきたいなと思います。1ヶ月前に大型アップデートまでにやるべきことって動画すでに投稿してるんですけど、ついに大型アップデートの詳細が決まってもう超直前になってきましたので、改めて最新バージョンのやるべきことまとめていきたいなと思います。公式でですね、発表されている情報も含めてお話ししていきますので、これを見れば大型アップデートの全てがわかります。ぜひですね、周りの方で大型アップデート初めて迎える初心者の方とかがいたら、こちらの動画を紹介してあげてください。ということで本日の目次はこんな感じ。公式情報だけではなくて、やるべきこと12個がっつりまとめてきましたので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、ここまで発表されている公式情報を整理していきたいなと思うんですけど、細かい説明は過去動画で話すとして、ざっくりまとめるとこちらの5つになります。まあ、とりあえずこの5項目を押さえておけば OK だと思いますね。まあ、特に大きいのは下3つですよね。 GP かからずにタレントデザインのリセットが無料でできるようになるのはめちゃめちゃありがたいですし、契約期間がなくなるのも神ですよね。さらに契約更新チケットで交換されるエピックガチャ券がどうなるのか、これが今一番楽しみですよね。予想動画もすでに上げてますので、まだ見てない方チェックしてみてください。でさらにですね、木曜日公式 X より新バージョンのイメージ画像も公開されました。いや、なんかおしゃれになってませんか。まあ、これだけなんですけど、新しい画像とか出てくるとやっぱりワクワクしてきますよね。さあ、そして今週ですね、新たに出てきた情報といえば、今年のですね、大型メンテナンスの詳細が発表されたんですよね。なんと1週間後にはもう大型アップデート終わってるんですよ。今年はですね、日本時間でいうと9月11日水曜日の19時から9月12日木曜日の17時まで22時間のメンテナンスとなっております。でこの22時間っていうのは、まあ、普段のメンテナンスの長期間バージョンだと思っていただきたくて、基本的に eFootball アプリはプレイできなくなります。まあ、一応ですね、バージョン4にアップデートしなければ既存チームでトライアルマッチとかトレーニングはできるっぽいですけど、自分の選手を使うことはできませんので、基本的にはプレイできないと思ってもらった方が OK ですね。いや、それこそさ、毎年このメンテナンスって22時間どころか、まあ、3日間とか4日間とかあったので、いや今年1日かからないっていうのが逆に変な感じするんですよね。いや本当に大丈夫なんでしょうか。メンテが終わったらメンテが始まる、あの画像がたくさん出てきそうです。まあ、とにかく無事に予定通りメンテナンスが終わることを祈りましょう。ということでここまでがですね、公式情報になりますので、これも踏まえて改めて最後の追い込みで大型アップデートまでにやるべきこと12個にまとめてきましたので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。テンポよくいきます。やるべきこと1つ目、携帯の空き容量の確認。実はですね、数日前の大型メンテナンスの詳細発表と同時にアップデート時に必要な空き容量も公式から告知されました。 iOS だと 2.8GB 以上の容量、 Android の方は 2.4GB 以上の容量、こちらをですね、開けてからアップデートする必要がありますので、今のうちに携帯の容量チェックしておいてください。ちなみにこれ詳細にも書いてあるんですけど、大型メンテ中にストアに新バージョンが出て、まずはそれを更新します。その後メンテナンスが開けると大型アップデート後の世界をプレイできると、そんな流れになりますので、ここは頭に入れておいてください。アイコンはもしかしたら公式 X で発表されたあの画像になるかもしれないですね。やるべきこと2つ目、コインの節約。まあこれはもう口酸っぱく言ってるので皆さん分かってると思いますけど、できるだけアップデートに向けてコインは貯めておきましょう。とか言って僕今65コインなんですけどね。まあ、昨年もですね、大型アップデートと同時にブースターが発表されてメッシュパックが登場したり、毎年10月にはクラブのパックなんかも販売されますので、そこも見据えるとまあ大体2000コインぐらいは貯めておけるとベストだとは思いますね。あくまで感覚の目安ですけど、とりあえず1コインでも多く貯めておきましょう。やるべきこと3つ目、eFootballポイントの期限確認。こちらのですね、ショップから eFootballポイントと進んでいただいて詳細と押していただけると、今自分が持ってる eFootballポイントの期限を確認することができます。で実はですね、これ大型メンテナンス中も期限迎えたものは普通に失効しちゃうんですよね。各自確認していただいて、期限が1週間とかに迫ってるものはしっかり
かりと使ってあげてください。ちなみに交換優先度は選手、アイテム、ユニフォーム、この順番になりますので、とりあえず迷っている方は選手を獲得していただきたいですね。でちなみにですね、こちら木曜日から交換所でコルウィルが獲得できるようになってるんですよね。おすすめ育成はこんな感じ。普通に無課金美課金でもセンターバック足りてなければ取ってもいいぐらいの能力ではありますよね。左利きのセンターバックでワンパスルーパー初期装備、これ珍しいです。週刊コルウィルと比較すると一瞬スタミナ完敗なので、週刊持ってる人は今回無理に取らなくてもいいと思いますね。ただもちろんですね、戦力としてもそうなんですけど、このコルウィルをポイントで無料で獲得して売却することで契約更新10日アイテムを稼ぐこともできますので、ポイントの交換所に関してはそういった使い方をしていただいてもいいんじゃないかなって思ってますね。そのあたりうまく有効活用してみてください。やるべきこと4つ目、指名契約の期限確認。期限がある系で言うとですね、 e フットボールポイントだけじゃなくて指名契約も期限があるんですよね。ホーム画面からですね、契約としていただいて、一番左のスペシャル選手リスト、まあ、こういった感じでですね、期限も出ますけど、指名契約権としていただけるとそれぞれの期限を確認することができます。まあ、こっちの方がですね、有効期限が明確に書いてあるので分かりやすいんですけど、この日付がですね、9月12日の19時、つまり大型アップデートが開ける目安時間よりも前のものは全部使わないといけないんですよね。ちょっと待ってもらっていいですか。僕地獄みたいなこと起きてるんですけど、僕の場合もですね、めちゃめちゃ期限切れちゃうんですけど、それこそ9月12日から下の3つに関しては大型メンテナンス中に期限を迎えちゃうんですよね。こういった指名契約も全てなくなっちゃうので、ただなくなるぐらいだったら即売却でもいいので、しっかりと使うようにしてみてください。まずはここの期限をチェック。ちなみにそうだ、今週木曜日の告知でこのですね、バックインザゲームと J リーグの指名契約の期限に関しても1日短くなって、来週水曜日9月11日の19時までに変更されてますので、まだ獲得したい選手がいる方は早めの獲得をするようにしてみてください。まあでも逆に言うと、大型アップデート後にですね、激アツな指名契約が来る可能性も十分ありますので、できるなら9月12日以降に取っておきたいですよね。なくなる分は使っていただきたいですけど、無理に使う必要は全くないですし、なんなら今の指名契約ってそこまで豪華じゃないので、できるだけ後に取っておくようにしておきましょう。やるべきこと5つ目、契約更新アイテムを6の倍数プラス1で貯める。まあこれはもう知らない人いないと思いますけど、契約更新の廃止に伴い契約更新アイテムがガチャ券に変更されることになったんですよね。しかもエピックが入った100ボックス、無課金美課金からしたら激アツ案件となっております。60日分で1回ガチャが引けますので、契約更新60日がそのまま1回、契約更新10日は6枚で1回分となります。さらにですね、交換するときに端数があった場合は繰り上げでの換算になるんですよね。つまり10日アイテムが6枚あった場合、1回しかガチャが引けないんですけど、7枚あると2回引けちゃうんですよね。なので契約更新アイテムの個数は6の倍数プラス1、これをすることで1回多くガチャを引くことができますので、ぜひ意識をしてみてください。ちなみに契約更新アイテムの確認方法なんですけど、選手ボックスから契約更新アイテムですね、こちらを押していただければ右上に出てきますので、今の個数確認することができます。まあ、100回分引くことができれば全部マックスで引き切れるんですけど、まあ、無課金美課金だとそこまで貯めることは難しいと思いますので、まあ、1回でも多く貯めておきたいって感じですね。ちなみにこの契約更新アイテムの獲得方法なんですけど、星5の通常以外の選手、ハイライト、週刊、エピック、このあたりになるんですけど、このあたりの選手をですね、こんな感じで売却すると10日アイテム1枚手に入れることができます。なのでボックス整理していただくのが契約更新アイテムの獲得には一番早いと思いますね。ただですね、これよく使う選手を売却してまで貯める必要はありませんので、あくまで選手整理を兼ねていらない選手を売却するついでに契約更新を貯める、そんな意識でやってみてください。で最後のですね、この1週間で1枚でも多く貯めるためにできることをいくつか紹介させてください。まずはツアーイベントからの週間無料ガチャ券、まあ、星4もいますけど、週間引いて星5出れば契約更新1枚貯めることはできますね。そして先ほども紹介したポイント交換所のコルウィル、この選手も能力普通に悪くないですけど、売却することで契約更新1枚ゲットです。あとですね、これやってない人意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、コレンチャンスのイベント、ここからですね、無料ガチャ券3枚手に入れることができるんですけど、このガチャにも星5の選手1人だけいるんですよね。はい、こちらユーリア・ウベウト、5回中3回しか引けないですけど、その3回でユーリア・ウベウト引くことができれば1枚契約更新ゲットです。
まあ、あとはこの辺りの指名規約だったりとかエピックガチャの無料券ですね。まあ、このガチャはですねほとんど通常なので契約更新を手に入れるためにはエピック売却しないといけないんですけど、エピック被った方とかだったら売却しちゃっても全然いいんじゃないかなって思ってますね。まあ、この辺りの細かいものを無理のない範囲で積み重ねて大型アップデート後1回でも多くガチャを引けるようにやってみてください。やるべきこと6個目、選手ボックスの整理。僕もですねちょっと前の生放送でやってかなり減らすことができたんですけど、やっぱり手っ取り早く契約更新を貯めるのは選手ボックス整理が一番ですね。通常以外の星5の選手を売却することで契約更新チケットが手に入りますので、いらない選手の整理と一石二鳥で選手ボックスの整理をやってみてください。ちなみにですねこういう使わないハイライトの選手を売却するときに経験値が余ってるのであればレベマにしてから売却した方が GP をお得に稼ぐことができますので、これも豆知識として覚えておいてください。まあ、それこそ GP はロンバルジを使ったスキル追加で特別強化するときにかなり使いますので、経験値余ってるならレベマにしてから売却していただいた方がおすすめですね。ただ経験値自体も貴重ではありますので、経験値が少ない無課金の方とかだったら経験値なくなる方が痛いと思いますので、経験値少ない方は無理にやらなくても OK です。やるべきこと7つ目、デイリーボーナスを進める。毎日1回 PK を蹴ることでデイリーボーナスのマスを進めることができるんですけど、1マスでも多くアップデートまで進めておきましょう。で実はですねこれ期限が少し変更になって、メンテナンス1時間前の9月11日水曜日17時59分でデイリーボーナスが終了となります。なのでその日に関しては11時から17時59分までの6時間59分のうちに PK 蹴らないとその日のマス進めることができませんので、ここだけは注意をしてみてください。やるべきこと8個目、アチューメントをやりきる。やっぱりアチューメントも忘れちゃいけないですね。ミッションアチューメントと進んでいただいて、初心者の方だとデビューミッションが廃止になってしまいますので、ぜひ一つでも多く進めていただきたいのと、それ以外の方でもこちらのカミングスーンですね、こちら対人戦と AI 戦それぞれ6勝ずつすることでエピックガチャ券が最大4枚獲得することができますので、アップデートまでに絶対に獲得してエピックガチャ引いちゃってください。やるべきこと9つ目、マイリーグポイントの消費。以前も話しましたけど、マイリーグポイントは大型アップデートでリセットされるみたいなので、マイリーグガチ勢の皆様は最後まで 150% 楽しんでポイントをできるだけ使い切ってみてください。やるべきこと10個目、毎日無料ガチャを最後まで引く。まあ、これに関しては忘れてる人いないと思いますけど、大型メンテナンスに入る9月11日まで毎日エピックガチャ無料配布は続いていきますので、絶対ログイン忘れずに最大の17回引き切ってください。ちなみにこれはデイリーボーナスの注意点と一緒なんですけど、最終日の9月11日19時のメンテナンスに入ると同時にガチャが引けなくなってしまいますので、最後の日は11時に日付のリセットが入った後ログインしていただいて19時までの8時間の間に引く。ここだけはちゃんと頭の中に理解しておいてください。最後だけかなりタイトなスケジュールになりますので、会社とか学校のトイレで引くようにしてみてください。やるべきこと11個目、シーズン切り替えの準備。もちろんですね、来週木曜日は大型アップデートが一番の目玉ではあるんですけど、新フェーズ及び新シーズンの開幕日でもあるんですよね。指名規約、マッチパス、e フットボールリーグ、このあたりが全てリセットされますので、1試合でも多くマッチパスを進めて1つでも多くディビジョンを上げるようにしてみてください。最後の1週間楽しみましょう。やるべきこと12個目、最後のガチャイベをやりきる。細かいですけど最後までイベントとかガチャはしっかりとチェックしてあげてください。まあ、僕はですね月曜日ガチャ更新はないんじゃないかなって予想してるんですけど、月曜日にガチャが来る可能性は一応ありますし、イベント更新は何かしらあるんじゃないかなと思ってますので、月曜日の更新もぜひチェックをしてみてください。今来てるイベントはもちろん、最後までイベントは一つでもクリアしておきましょう。はい、ということで改めてまとめるとこんな感じになります。ここまで見てくれたみんなは完璧な準備をして大型アップデートを迎えられると思いますので、あとは最後の1週間みんなで楽しんでいきましょう。今日も最後までありがとうございました。僕もですね大型アップデートまでの期間いろんな動画まだまだ投稿していきますので、ぜひ楽しみに待っていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。みんないつもありがとう。